両風花は日本の書道家である。身長159センチメートル血液型 B 型。栃木県日光市出身。2010年美人すぎる書道家としてメディア、雑誌等に取り上げられる。書道家として活動する書道師範で日光観光大使でもある。小さな頃から祖母の影響もあり、日本の文化が大好きでお囃子に参加したり、 お祭りというお祭りには顔を出し浴衣や和服に馴染みがある。その祖母に勧められて7歳で書道を始め書道展にて多くの賞を受賞したこともあり、単純な成果、やる気満々になり、中学2年生で書道主犯資格を取得。将来は書道の先生になろうと決めていたので、高校に入り、大人の部でも師範資格を取得、皇室の師範も取得。また、 時代劇も多く見ていたので、時代劇に出てみたいという夢もあり上京しようとするも、両親が強く反対。何かしら上京する方法を模索した結果、資格を取って安心してもらおうという思いつきから、歯科衛生士の資格を取得し、その後22歳で上京して、歯科衛生士として働いている頃にスカウトされ事務所の移行で、舞台女優としてお客様を呼べるようにとレースクイーンの、 オーディションを受け活動するも、レースクイーンの仕事をしていると水着の仕事を多く、依頼されるようになり、これはちょっと違うぞと思い、その一年でレースクイーンの仕事も事務所も辞める。そしてちょうどその頃、書道主犯資格を持っているなら書道家として仕事してみたらという話を受け、もともと書道を仕事にする気持ちもあり、2010年より書道家活動を開始。 フレバト、などテレビ番組にも出演し書道家として、精進し続ける。NHK 大河、ジカトラや、西郷丼では、書道指導や手元吹き替え出演も行い、2018年5月放送開始の NHK 時代劇、ソロバサムライ風の一米では、大事制作と共に出演もしている。松本霊児とのコラボ浮世絵や、初音ミク関連商品への文字提供など、 アニメ作品とのコラボも多い。毎日書道展毎日賞、高野山教書大会混合ポージ賞など多く受賞。美の書道、20日で驚くほど上達美文字練習帳、小学校で習ったはずなのに、間違いやすい漢字の書き順、手紙、はがき美文字練習帳。ありがとうございます。